それだったら手前やっぱりほら強いじゃん。実際にやってきたっていうのはプレゼンで最低なのよ。結構種類あるね。うん、ここ今年のはい、お疲れ様です。はい、と遊びなんだね。なるほど。遊びなんだね。遊びだけで食ってる。いや、茎遊びだから、これはもうつまみみたいなもんでしょ。じゃあ、栗全部ちょうだい。そんなんだ、トレード。なんて公平なトレードなんだ。僕は北斗の拳の世代ではないので、北斗の拳のことだとよくわかんないです。やってよくわかんない。半年ぐらいインスタントクッキーなんですよ。鶏の内臓系はね、あさりしててうまいよね。うん、ミックスから魚ミックスから揚げって何の魚か、どれから行くか、とりあえずこの上のやつを行きましょうか、ね、塩で、1時間。
アドミトリに関してはアジア内島だから、アジア体制で取れば、世界中の結構でかい、でかいね。新潟ってさ、なんか見るところがあるんですよ、新潟で。ここだ、こっちだ。新潟とか、見るところに行ってみたいな。もったいのある叩きだね。細かく刻んでるのが多いけども。例えば、食べ物の平飯。お平飯。なんか今流行ってるんだ。お、なんか、あ、入ってる。やってるんだ。うん。嘘。それね。正解です。セバナモの勉強とかなんもやらない。セバナモの授業も普通の先週か。そういうのさ、あった中で。嘘。それでも六分の七。邪魔じゃないかな。残った。あ、別にバンドルームだもんね。でもいいとかさ、違うとかは。それで聞いたのびっくりしたのは、町田市中何人かのクラスの連中が、サボテンを稼いだんだって、俺が取りにもいないで、面白くないでしょ。こちらのお客様からです。そのまま行ってるんだ。何が出会ってるんだ。ばっかりし受けの気持ちを連れて行って私は自分の会を締めに。こういうのいいっすね。なんだろうな。